からは引き続き私レーネがナビゲートするラシックセンチュリーセッション。今日のゲストはナッシングスカーブドインストーンからボーカルギター村松拓さんです。おいっす。ようこそ。はい、男気あふれるじゃないですか。オープニングからご無沙汰してます。ご無沙汰してますね、はい、ありがとうございます、前回は去年でしたかね、夏8月に来てくださいました。はい、そうですね。その時にいろいろお話ししたんですが、アルバムの話なんかもしたと思いますけども、はいはい、その時に一番印象残ってるのはやっぱり村松さん工具が好きだっていう話。ああ、しましたよね。そうしました。工具、やっぱたまんないですよね。いや、今まだたまらない。いや、もちろん僕、バンドやってて自分でギター弾くからもありますけど、ペンチはもう絶対持ち歩きますね。ペンチ、それニッパーお気に入り のニッパーを持ち歩いてますね。なんか何とも言えないですよ。なんか機能美にこう見とれてしまうとかうっとりしちゃうとか、そういう感じなんですか。なんかいろいろ深い、奥は深いですよ本当に。なんか俺の大切な、なんかやっぱギターを手入れするために、頑張ってくれてんなお前いつもみたいな。名前とかお前切れ味落ちねえなみたいなもうこのまま言ったらまた工具パート2になりそうな感じなので、はい、また今日もたくさんお話聞かせていただければと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、昨日のゲストヒゲの須藤久さんから質問が来ています。その質問の答え、まずは番組のツイッターでつぶやいていただきます。はい、またこの番組ユーストリームでも楽しめます。センチュリーセッションのウェブサイトからチェックしてログインしてください。ジッピーの皆さんこんばんは。昨日スタジオラシックにお邪魔しましたヒゲの須藤久です。今日はナッシングスカーブドインストーンからギターボーカルの村松拓さんが出演されているということなんですけれども、フェスとかで一緒に共演したことあると思うんですけれども、また今度どこかでお会いした際はよろしくお願いいたします。ということで今日のメッセージテーマ、元気の源ということなんですが、僕結構アルコールが大好きなんですけれども、誰か友人からちゃんと朝玉ねぎ食べた方がいいよって言われて、血液がサラサラになるからって言われて、しかもそれを黒酢につけて食べた方がいいとかって言われて、なんか最近わざわざ自分で玉ねぎを切って3日間ぐらい黒酢につけといて食べるっていう、すごい手間のかかったこと、いつまで続くか分かんないんですけどやってるんですけど、ここで質問です。村松さんにとって自分のマル秘健康レシピ的なものはあるんでしょうか。それではツイートお願いします。はい、玉ねぎの黒酢漬けですか。俺できないなそれ。ちょっとメモしときますね。これ、ね、役立つかもしれませんが、はい、村松さんにとって自分のマル秘健康レシピ的なものはあるんでしょうかという質問でした。須藤さんからの質問ですが、これ、はい、まだ口頭では答えないでください。はい、前回言っちゃいましたからね。確かに言ってましたっけ。ツイートしながら言っちゃうんですよねこれね。まずは質問の答え、まずは番組のツイッターでツイートしていただきます。じゃあ早速ツイートをお願いします。はい、こっち、あ、もうできてる、はい、準備できてたんですね。はい、はい、あ、できました、ありがとうございます。はい、番組のツイッターアカウントは BJCS778 です。ハッシュタグ BJCS で見ることもできます。ぜひリツイートやリアクション、ナッシングスカーブドインストーン村松さんへの質問、メッセージなんかもお待ちしています。はい、では一曲ナッシングスの曲お送りしましょうか。はい、じゃあ聴いてください。スピリットインスピレーション、ナビゲートでお送りしているラシックセンチュリーセッション、お届けしているのはナッシングスカーブドインストーンスピリットインスピレーションです。さあ、先ほど昨日のゲストヒゲの須藤久さんから今日のテーマ、元気の源に関するこんな質問が来ていました。村松さんにとって自分のマル秘健康レシピ的なものはあるんでしょうか。はいはい、村松さんにとって自分のマル秘健康レシピ的なものあるんでしょうかという質問でした。うん、先ほど番組ツイッターにツイートしていただきましたが、はいはい、答え何と書いてくれたんですか。特製ビタミンドリンクって書きましたね。正直な感想を言いますと、はい、ちょっと怖いですこれ。ですよね。特製って書いてある。いや、あのね、多分期待しない方がいいと思う。どんな感じ。すっごい普通だから。あ、そうなんですか。すっごい普通です。リアクションも来てまして、名前的に想像できないから怖い、ちょっと怖い、やっぱ怖いですねこれは。どんなドリンクなんでしょうか。あ、これ普通に、ちょっと体調悪いなとかっていう時に飲むんですけど、普
生姜と蜂蜜と、うん、あとリンゴのすりおろしと、あとビタミンドリンクみたいなのを俺常備してるんで、それを混ぜて、でお湯を入れて温めて飲むっていう、割と普通の、本当普通の。なんでこんなになんか優しい感じなんですか。ほっこりするじゃないですか。え、全然普通ですよ、本当。なんか逆に普通すぎて恥ずかしくなっちゃった今。リンゴのすりおろしってい う, こう優しい単語が出てくるとは思わなかったですね。いや、なんか俺季節の変わり目に必ず風邪ひいたりするんですよ、だからそれの時にフォローしないといけないんで、よく飲みますね。だからそのライブの後のこう、うん、ライブ何日か続いた後のこうケアというか、はいはい、でもやっぱり気にしてやってたりしますか。そうですね、まあ加湿とかやっぱそういうのは気にしますけど、うん、あと俺やっぱ声がでかくて、うん、よく騒いじゃうんで、バカみたいに本当に。ライブ後の打ち上げでも見境なくとか、なるべくそういうことしないように最近はしてますね。いいです。あ、何でしたっけ、蜂蜜、蜂蜜とリンゴすりおろしと、はい、なんだこれ、すげえこれ答えるの恥ずかしい。もう一回、もう大きな声でお願いしますよ。リンゴすりおろしと、蜂蜜と生姜と、あとビタミンドリンク、これはちょっと内緒で、内緒で。じゃあいろいろ自分たちで試してみようかなと、はい、というところですね。そうですね、やってみたいと思います。はい、さあではもっともっとナッシングスカードインストーン村松さんに迫りたいということで、まだまだ昨日のゲストヒゲの須藤久志さんから質問が来ています。はい、ここは一言ずつで答えてくださいね。はい、それでは第1問。 Dig in。 もっと勉強しておけばよかったと思ったことを教えてください。筋肉について。では次の質問。 Dig in。 村松さんにとって男らしさって何でしょうか。わからないです。では次の質問。出会いと別れのシーズンにぴったりだと思う一曲をリクエストしてください。ボンジョビの It's My Life。 お送りしているのは出会いと別れのシーズンにぴったりだと思う一曲として村松さんセレクトしてくれました、ボンジョビ It's My Life。なんかちょっと気を使っていただいたようになっちゃいましたけど、ボンジョビデーということで、ね、本当にね、今日たまたま、何かなと思って今日さっき話聞いて、じゃあボンジョビとかって冗談で言ったら、あの今日ボンジョビデーだって言って、そうなんです、じゃあボンジョビかなみたいな。そして It's My Life、 このチョイスは、なんかボンジョビかっこいいな。まあ、ボンジョビを選ぶときってやっぱそうなるんで、かっこいいもんってなりますよね。そうなんですよ。でもいつもやらないもん。でも歌詞すごい良くて、サビとかなんかこう俺の人生だから、こう俺が切り開いて生きてく、生きてくみたいな、いいじゃないですか。なんか出会いと別れっていうか、これ始まり終わりと始まりあるけど、こう自分で頑張っていくみたいな、なんかこじつけですけど。ボンジョビ It's My Life をお送りしました。はい、ではどんどん村松さんにディグインしていきましょう。はい、まあ、It's My Life を聞いて、はい、で質問を振り返るとですね、はい、またなんかこう意味深というか、もっと勉強しておけばよかったと思ったことを教えてください。はい、筋肉です。筋肉ですね。It's My Life の筋肉、中山筋肉君が出てきてしまい、そうですね。そう、あ、関係なかったですか、もしかして。関係ないですね。そこあったな、確かに。はい、そうですね。筋肉。はい、筋肉、俺もともとスポーツトレーナーの学校に行ってたんですよ。おで、あの、なんだろう、1年半ぐらい整形外科で就職して仕事してたことがあって、はい、その前は学生時代だから2年間ぐらいはマッサージのお店で毎週働いたりして、だから3年半ぐらいその体とか触ってたりして、なんか割と今になって、そのやっぱボーカルってなんだろう、アスリートに近いっていうか、その喉の歌の歌い方も全部筋肉で、声帯云々っていうよりやっぱ鍛え方っていうか、でそういうのを自分で改めて見直していくと、あの頃もっとそういうとこストイックに、あの自分のために勉強しといたら、もうちょっと自分のためになったなと思って、で今勉強し直してる感じなんで、じゃあ本当にその
なんでしょう、いわゆるこうワークアウトをするとか筋トレするっていう意味の勉強というより、仕組みを知りたいと、うん、そうそうそう、知りたいっていう。でもなんかありますよね、仕組み知るの面白くないですか。面白いね、筋肉でもじゃなくても何でも、例えば、まあ、車のエンジンとかまた来た、部品工具に近づいてきました、またいやなんかでもね、仕組み、まあ、音楽も制作もそうなんですけど、そうです ね、うん、なんか気になりますよね。村松は本当にこう、はい、分解するのが好きなんですね、きっと。そうみたいですね、うん、何なんですかね、うん、ゆっくり時間をかけて分解したいですね、いろいろ。筋肉というからには、はい、こう、まあ、筋肉っていうフレーズは何でしょう、 もう、うん、男らしさっていう雰囲気を持っているのにもかかわらず、はい、男らしさは分からないと。男らしさってだって分かります？俺男らしさってあんま考えたことなくて、うん、だって男らしく生きようって思って男らしく生きてる人いたら、うん、それなんか作り物じゃないですか、うん、そうでしょ鋭く言いましたね。でしょ、別に俺わかんないけど、俺男らしくなろうって思ってないんで。本当ですか？思ってないですよ。思ってそうないイメージはあった。俺はね、なんか姉ちゃんがいるんですよ、兄弟で、はい、どっちかっていうとおふくろ大好きやったし、うん、ガキの頃から姉ちゃん大好きやったんで、女のこの感性にちょっと近いんじゃないかなって自分で思うんですよ。なんとなくですよ、別に比べたことないですけど、じゃあ男らしくとかっていうふうには思ったことないですけどね。でもあの、まあ、特に最近ライブのステージ見てると、ナッシングのライブなんかもっと、うん、もっと来いよみたいなもう言いますね、鼓舞するじゃないですか、はいはいはい、あれは男らしさから来るものじゃないのかな。なるほど、うん、ありがとうございます。終わっちゃったよいやなんかでもやっぱライブの MC とかって、あんまり本当はねしなくてもいいやって思ってるところがあって、うん、やっぱ俺らミュージシャンなんで、あの曲だけで伝えられるんだったらそれでよくて、みんなお客さん一緒にやってるオーディエンスが楽しんでくれるんだったらそれでいいんですけど、うん、まあやっぱいろんな楽しみ方があって、そのこっちがねもっといいんだよって言ったら楽しめる窓口ってやっぱ広がるじゃないですか、うん、でもそういうあの気持ちにして一緒に楽しめたらいいなっていう、本当それだけで言ってるところがあるんで、うん、まあそういうのが伝わってくれてたら嬉しいですね。ライブ初参戦の子たちなんかもこう、あ、いいんだ騒いでって思えるのがいいかもしれないですね。そうなんですよ、うん、本当そう、別にまあ決まりないから騒ぐ必要もないんだけど、騒いだらもっと楽しいよっていうのはあるし、うん、そう、うん、そうなんですよ。男気あふれる MC だと思います、まあ、ライブの話が出たところ でこの後はナッシングスカーブドインソーの今にちょっと迫っていこうかななんて思いますが、その前に一曲お送りしましょうか。はい、聴いてください、アウトオブコントロール。お送りしているのはナッシングスカーブドインソーアウトオブコントロールです。はい、3月6日にリリースになったばかりのシングル「ハート・オブ・コントロール」をお送りしていますが、先週ですね、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、無事、まあ、やっとっていう感じですけど、結構長かったんで、制作してからの、うん、出せるまでがやっと聴いてもらえるなっていうのが、今年入って初シングルですよね、まあ、そうですね、うん、今年入って初シングルです。うん、ちょっと振り返ってみますと、去年の8月でしたかね、はい、メジャー移籍アルバム「シルバーサン」リリースしましたナッシング。その後、はい、私も見に行ったんですが、はい、ツアーに出てました。そうですね、で、その時に村松さんめっちゃかっこいいと思った、ライブを見てなんだこの引っ張せる感じはと、ああありがとうございます思ってたんですが、はい、なんでしょう、これやっぱメジャーに行くってっていうのは一つこう、まあ、ライブの見せ方であるとか、まあ、さっきもちょっとお話ありましたけど、うん、そういう変化があったりしました？メジャーに行って、うん、あんまりそのメジャーに行ったからっていうところはあったと思うし、うん、まあなかったと思うし、うん、あんまりそのやっぱバンドであること自体をブレたりとか変えてとかっていうつもりは全然なくて、同じことを続けて、それに対してこうメジャーに行ったりして、味方になってくれる人を増やして、うん、っていうことがしたいなっていうのがやっぱり一番大きかったんで、そのちゃんと地に足つけて自分たちらしくナッシングスらしくライブやって音楽を制作してっていうことを心がけたりはしましたね。逆にただメジャーに行ったんで、その分かりやすくさっきも言ったんですけど、味方が増えたことで
こうやってねラジオやるとこんな雨の中皆さんありがとうございます、来てくれてすごい雨なのに来てくれてるんですよ、ありがとうございます。このこうやってやっぱ人も集まってくれるようになるし、チャンスだと思うんですよ、バンドにとっては。というか俺たちやっぱりただね自分たちのやってること垂れ流して、うん、ってやるだけだったらこういうふうに大々的にバンドやる必要もないんで、それだけやっぱり伝えたことあるし、いろんな 人に知ってほしいと思ってるし、うん、俺たち自分のことかっこいいと思ってるし、うん、見てよみたいな、うん、だからなんかそのチャンスをものにできたらなっていうふうには思ってるんで、そのやっぱ気持ちは締まったし、まあ、ライブもよりね強固なものにして一緒に楽しめるものにしようみたいな、そういう気持ちは強まったと思いますね、うん、ちょうどライブを見に行った時に、去年はそのゲストで来てくださった時は髪の色が茶色でしたかねああそうです ね, すね、ライブ見に行ったらあらあら金髪っていてそうそれも気合と言いますか、そういうのもあったりしたんですか、もしかして。そうですね、なんかツアー初日やって2日目ぐらいにやまでは黒髪なんですよ、で3日目ぐらいで岡山に移動した時に、はい、金髪にしてたんですけどなんかでもライブその黒髪地味だなと思って、本当単純なあれだったんですけど、うちなんだろうね、地味だなっていうのが俺があったんですよ本当に勘でなんとなく金髪いいんじゃないかなっていうのを、うん、金髪どうなんですかね、金髪良かったと思います、インパクトありましたよね、あ、うなずいてた、スター性が出てなんか本当に引き出されたというか、うん、もう爆発してました、嬉しいっす。でも最初の頃ツイッターとかで、金髪似合わねえとかタクちゃんやっちゃったなみたいなもうツイートバンバン飛んできてうっさーみたいないやそのツアーもまだ記憶に私の中では新しかったりするんですけれども、はいはい、まあ、そのツアーを経てのまた曲作りに入っていたと思います、はいはい、そんなシングル「アウト・オブ・コントロール」になったと思いますけれども、はいはい、このあとお知らせ挟んでそのシングルの話も聞いていこうかなと思います、はい、ありがとうございます。3月6日にシングル「アウト・オブ・コントロール」をリリースしたナッシングス・カーブ・ド・インストーンからボーカルギターの村松拓さんをお迎えしています。お知らせ挟んでまだまだ聞いていきましょう。 Stay tuned。 クラシックセンチュリーセッション、今日のゲストはナッシングスカーブドインストーンボーカルギター村松拓さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。3月6日に今年初となるシングルアウトオブコントロールリリースしましたナッシングス、これは3曲入りですね、はい、正直どの曲聴いてもあこれが、まあ、リードというかシングル1曲目に来ても良かったんじゃないかな。お、本当ですか。ちゃいましたね。嬉しいですね。でもそのアルバム作るつもりでやっぱ曲作ってたりしたんで、そのシングルってねやっぱりカップリングで、うん、その正直ねアルバムは買うけどシングルは買いませんみたいな人もいるし、うん、その出し惜しみしたくなるようなところも多分あると思うんですよね、作ってる側からすると。でもそういうことはやっぱしたくなくて、ちゃんとそれなりに何だろう、ボリュームのあるものとかちゃんと詰め込みたくて作ったんで、そう言ってもらえると嬉しいです。もうアルバムのために作るっていう気持ちでシングル制作に入ってったと。そうですね、去年のだからツアーが始まる前6月なんですけど、うん、頃にはもう、1曲目のアウト・オブ・コントロールとクリスタル・ビートは作っていて、うん、それは本当にアルバム作ろうっていうつもりで作ってたんで、で途中でシングルどうだっていう方向に動いてってみたいな、うん、うん、で3曲目はツアーの後に作ってるんで、はい、12月から1月ぐらいですかね、去年の12月から1月にかけて作った曲ですね、うん、はい、まあ、ナッシングスの楽曲っていうのは英語の曲があったり日本語の曲があったりという、まあ、バランスがあるんですけれども、はい、今回は3曲とも英語詞できましたね。はい、うんうんうんその心はその心あるんですか。ないです。ないんだないんです。全然別にそこはいつもはなんか結構自然に、ええ、あこれ日本語でいきたいなっていうのを最近もう日本語やるのに抵抗はなくなってるんで、ええ、抵抗っていうかそのこの曲日本語がいいなとかっていうインスピレーションを受けたらじゃあ日本語にしましょうっていうふうにやってるんで、今回は単純に英語がいいんじゃないかっていう感じで普通に
ただその歌詞をちょっと紐解いていくと、あの先ほどお送りしたアウトオブコントロールなんか、あの日本語の大役と言いますか、はいはい、役も見ながらと、オブセッションっていう言葉が出てきて、はい、脅迫観念と訳されてました、うん、これ、はい、やっぱ個人的なところから来てたりするんですかね。そうですね、結構まあ、僕やっぱパーソナルのことを個人のことを歌ってたりするのが多いんですけど、うん、まあリアルな方がやっぱ言葉伝わるしと思ってるんですけど、なんだろうな、結構ねタイトルがアウトオブコントロールで制御不能っていうことなんですけど、はい、なんだろう、自分の中で割と答えが出せなくて悩んでたことがもうここ1年とかも長い間あって、ずっとこう引っかかったままで、でもなかなか本当にどうやってこれに対して区切りをつけて次に進んでいいのかっていうのが分からなくて、だけどまあやっぱりそういうなんていうんですかね、バンドとか音楽ってその答えを出すこととか、あとはこうじゃなきゃいけないっていうことだけを歌わなきゃいけないっていうのはやっぱり違うなっていうことに気づいて、まあ今分かんないことは分からないまんまで今の気持ちを歌ってみようかなと思って割と書いた曲なんで、だからこれを見てもその答えとかはあるとは思わないですけどね、だから買ってくれた人がこれで悩んだねとかって言えるかって言ったら言えないとは思うんですけど、まあそのなんて言ったらね、僕的には答えがなくてもこう何とかして前進させていこうみたいな気持ちを込めて書いたつもりなんで、なんかそういう風に受け取ってくれたら嬉しいなとは思います。はい、人それぞれこう引っかかるフレーズっていうのがあるかもしれないですよね、うんうんうん、ここあこれ私ちょっと共感できちゃうかもっていうのがあったりするのかなと思いますが、はい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 、まあさっきそのアルバム作る気持ちでっていう話もありまして、やっぱり今後アルバムも楽しみですね。もうアルバム今ちょうど制作中です。絶賛制作中です。楽しみに、はい、いやーこれ俺も楽しみですねまだ、はい、まあその前といいますか明日ですね、はい、ゼップ名古屋で開催のイベントフリーサンズサポーテッドバイジップ FM ファインドアウトにも出演されます。ありがとうございます。あのメッセージ来てました。今日のメッセージテーマ元気の源ということですが、はい、豊田市の南さんからはライブに行くことです。たくさんの声どんどん進化してるけど昔も今も変わらず大好きな声です。ああ うるせえって言っちゃった今。嬉しいって言おうと思ったのにうるせえって言った、あかんてごめんごめん、嬉しいです、嬉しいです、ありがとうございます、ごめん、嬉しい嬉しいです本当に、そんな進化した声をきっと聞けるのかなと思います、うん、明日のフリーサウンズですが、出演は他にも、テレフォンズ、モーモールズギャバン、そしてオープニングアクトには名古屋からミソッカスも出演ですので、はい、楽しみにしていただくと思います。はい、一緒に楽しみましょう的な感じです本当に、はい、さあそろそろまたあっという間ですよ、お別れの時間になっちゃいました。また遊びに来ていいですかね。お待ちしています、お待ちしていますよ、はい、最後にメッセージみんなにいただいてもいいですか。そうですね、なんか、まあ、シングルも出たし、今どん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 ナッシングス新しい方向に動いていってるし、すごい、プラスのエネルギーに満ちてると思うんで、そういうものをライブとか CD でこれからも伝えていけたらと思うんで、ぜひ僕らのことチェックして、あの一緒に楽しんでくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ラシックセンチュリーセッション、今日はナッシングスカーブドインストーンボーカルギターの村松拓さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしてます。最後にこの曲聴きながらお別れです。ご紹介いただけますか。聴いてください、白昼。